ジョバンニはみんなのいるそっちの方へ行きました。そこに学生たち、町の人たちに囲まれて、青白い尖った顎をしたカンパネルラのお父さんが黒い服を着てまっすぐに立って右手に持った時計をじっと見つめていたのです。みんなもじっと川を見ていました。誰も一言も物を言う人もありませんでした。ジョバンニはワク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 足が震えました。魚を取る時のアセチレンランプはたくさんせわしく行ったり来たりして、黒い川の水はちらちらし小さな波を垂れて流れているのが見えるのでした。下流の方は川幅いっぱい銀河が大きく映って、まるで水のないそのままの空のように見えました。ジョバンニはそのカンパネルラはもうあの銀河の外れにしかいないというような気がして仕方なかったのです。にわかにカンパネルラのお父さんがきっぱり言いました。もうダメです。落ちてから45分経ちましたから。ジョバンニは思わず駆け寄って博士の前に立って、僕はカンパネルラの言った方を知っています、僕はカンパネルラと一緒に歩いていたのですと言おうとしましたが、もう喉が詰まって何とも言えませんでした。すると博士はジョバンニが挨拶に来たとでも思ったのですか、しばらくしげしげジョバンニを見ていましたが、あなたはジョバンニさんでしたね、どうも今晩はありがとうと丁寧に言いました。ジョバンニは何も言わずただお辞儀をしました。あなたのお父さんはもう帰っていますか。博士は固く時計を握ったまま聞きました。いいえ。どうしたのかな。僕にはおととい大変元気な便りがあったんだが、今日あたりもう着く頃なんだな。船が遅れたんだな。ジョバンニさん、明日放課後皆さんと家へ遊びに来てくださいね。そう言いながら博士はまた川下の銀河のいっぱい映った方へじっと目を送りました。ジョバンニはもういろいろなことで胸がいっぱいで何にも言えずに博士の前を離れて、早くお母さんに牛乳を持って行ってお父さんの帰ることを知らせようと思うと、もう一目散に河原を町の方へ走りました。